2月25日日曜日、今日は3連休最後の日で、ただいま時刻は午後、もうすぐ1時になるところです。サントンドライバーです。いや、この3連休寒いですね。先日20度を超えるような日がありましたけど、もう打って変わって真冬1月の寒さです。今も外気温5度ですかね。今日は朝から雨が降っております。はい。まず私事ですけど、その連休を利用して、まあ、昨日、茨城県の筑波山に、筑波神社に行ったんですね。で、参拝して、帰り筑波市内をこう走ってましたら、いらっしゃいましたよ、A ちゃん号が。つくばの830ナンバー、日産の僕、車種はわかんないですけど、ガンメタというかシルバー系の色の方です。去年のね、武道館でも、お会いというか撮影してるんですけども、その方、フロント、後ろ、両左右、全部、A ちゃんの、こう、ステッカー類が、バシャバシャと貼ってありまして、ダッシュボードにはパナマ帽が飾ってありました。まあ、家族がね、乗ってましたんで、パパ、手を振ったりするのやめてね、という、ことなので、特にご挨拶等はしてないんですけど、はい。やっぱり、ばったりね、そういう A ちゃん号に、遭遇すると、なんかラッキーな気分になりますよね。その方、どうですかね、こちら、チャンネル聞いてらっしゃったら、気づかれてるのかな、どうでしょうか。はい。で、そうですね、A ちゃんのトピックですけども、明後日、発売になります、ローリングストーンのから出る、A ちゃんの本ですね。で、これの追加特典が発表、昨日かな、追加特典の発表がありましたので、まずそのことをご紹介しましょうか。はい、ネット記事をちょっと読んでみますね。矢沢永吉にとって NFT のデジタル特典は初の試み。覚悟ごとに封印されて一つのシリアルナンバーを使用することで矢沢永吉スペシャルカラオケ音源全5タイトルの中からお好みの音源を1曲手に入れることができる。まあ、ここまでは事前に発表があったね、ありましたね。で、音源はすべて今回の特別ムックのために制作された未公開音源となっておりますということです。で、その未公開音源5種類が紹介されました。全5タイトル一つずつ読み上げます。まずチャイナタウン、オリジナル音源で、サブウェイエクスプレスのチャイナタウンですね。2つ目、これもオリジナル音源、オンリーワンタッチアップから面影、ね、これのカラオケ2曲、どちらもカラオケバージョンだと思います。で、3から5まではライブ音源です。1つ目がザ・デイ、2002年の30周年、東京スタジアムですかね。そこで行われたライブ音源の逃亡者。これの、カラオケですから、ボーカル部分をカットしてということでしょう。同じくライブ音源で、2021年、I'm Back の、ね、ピュアゴールド。これはどこ？横浜アリーナかな？どこですかね？武道館ですかね？ね、横浜アリーナは、確か、A ちゃん感極まって歌えなくなるシーンがある、ね、このピュアゴールドでしたよね。2021年、I'm Back の時でした。それと、もう一つ。昨年のウェルカムトゥロックンロール2023年のライブ音源の止まらないハーハー、これのカラオケ版だそうです。
はい、これの発表と同時にまた本書に収録されている矢沢永吉のインタビューと矢沢の盟友ジョン・マクフィーとの対談を収録した2本のスペシャル映像も購入者特典として追加発表されました。本社をお買い上げいただいた読者の方のみ特別付録として映像へアクセスすることができる、アクセス先の記載があるということですね。はい、先日山岸さんとねマニアックトークした際に、このあたりはね映像本書籍ですから映像ないんですよねという話をしたばかりですが、追加特典ということで発表ありました。ね、映像も見ることができるので、本当ありがたいです。その点ねご配慮いただいた矢沢さんサイド、ローリングストーンジャパン誌サイドありがとうございました。スタッフの皆さんね、はい。それと、もう一つ、今ね、YouTube の方で今年新企画として展開しております店主さん、タイトルちょっと変わりまして、思い出あるいい矢沢グッズ見せてという企画をしてますね。今これで6回、先日の、兄貴んちさん終わって6回終わりました。で、ね、動画を見ていただいたかのね、横浜の名店流星軒さんからぜひうちにも来てよというオファーをいただきましたので、まあ僕ちょっとね距離がどうですかね、片道2時間以上電車車かかるものですから、ちょっとスケジュール都合つけることもありまして、すぐにとは伺うことはできるかなんですけども、必ずや、ね、流星軒さん伺いたいと思います。店主さん平賀さんの YouTube チャンネルひっくんロールもぜひご視聴よろしくご登録お願いいたします。はい、これが2点目。それと昨日ですね、夜のラジオで福山雅治さん、あと総口昭弘さんかな、ね、彼ら2人が展開しているラジオ地底人ラジオの中で、また福山さんがね A ちゃんの話題をされてました。まあこれまでに番組内でも一応お話しされたことがありますが、2年前かな、50周年の時にお二人がラジオ対談されて、で、ね、龍馬伝の話をされたことがありましたよね。で、その話ですけども、これまでに、福山さんの広島でのライブ MC で、ね、この話をされたこともありますし、まあ、僕のね、チャンネルをお聞きいただいてる、見てる、いただいてる方は、ああ、もうすでに知ってるよという内容かと思いますけど、またね、今回も福山さんがとっておきのエピソードとして話されてますので、どうでしょう、その部分お聞きいただきましょうか。一応ね、公式チャンネルがあるので、全部、すべてを聞きたい方はね、YouTube チャンネル、福山さんの YouTube チャンネルの方を聞きなさってください。それでは、3219、どうぞ。あとまあ国内びっくりもほらあったじゃないですか、コロナの時に。はいはいはい、はい、ある日マネージャーからこう言われたと、はい、はいはい、福山さんどうしても話したいって矢沢さんが言ってます。ああそれだ、はい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 、はい、俺なんかした大丈夫っつって、で電話で話した。俺もちゃんと話したことなかった、1回だけご挨拶したことあったけど、はいはいはい、ちゃんと話したことなかったんで、いやなんすか、どうしました矢沢さん、いや福山さんごめんなさいね、
僕ね、どうしても福山さんに言いたいことがあって。なんすか。僕今ね、龍馬伝にハマってます。ちなみにコロナ禍ですから2020年ぐらいです。そうですね、龍馬伝のオンエアは2010年ぐらいです。そうですね、いや福山さん、僕今ね龍馬伝ハマっちゃってて、もうそれでどうしても伝えたくて。いや今ね第5話まで来たんですよ。意外とまだちゃんと龍馬にそんななってない頃ですよ、まだ、ね、第5話まで来たんですけど、僕ね気づいちゃったんですよ。なんすか。僕龍馬じゃなくて福山さん好きになっちゃってたんですよ。もうチャーミングだもん、いうこと。もうラブズッキュンでしょ。口説かれちゃって俺。逆にこっちはもう本当に矢沢さん大好きになっちゃいますもん、ね、何言ってんすか矢沢さん、俺の方が好きっすよ。なっちゃう。君が思うよりも僕は君が好き。これは飛鳥さんね。そうですね、うん、じゃあポップさ、福山雅治と総口明久の地底人ラジオ聞いていただきました。福山さん、やっぱりおしゃべり上手ですよね。伊達にレギュラーラジオ3本持っていらっしゃるね、ないと思います。素晴らしい。いつもね、こう彼のラジオを聞いてると回し方も上手ね、ゲスト A ちゃんとの会の時も回しが上手だなと実感しました。ますます、ご活躍をお祈りしております。はい、来週いよいよね、そうです、2日後に書籍 A ちゃんの本が出ますので、ね、皆様楽しみにされていることでしょう。僕も楽しみにしております。はい、そういうわけで今回は、A ちゃんトピックこれで終わりとなります。また次回よろしくお願いいたします。サントンでした。